テングということで、はい、テングですけども、ポケモンクリスタルやっていきたいと思います。はい、皆さんここがどこかご存知でしょうか？はい、そうです。白金山に今やってきております。ということはですね、今回ですね、ついにレッドさんに挑んでみたいと思います。まあ前回というか結構前か、もう挑んだんですけど、結構育成しまして、まあ60後半ぐらいになりましたね。まあ多分ね、レッドさん70超えが多いと思うんですけど、この当時はね、そんなに強い技もないので、ちゃんとねタイプ考えればいけると思うんで、今回は行ってみたいと思います。どれだ、これか。はい、いやー、もう何回ね四天王周回したかね覚えてませんよ。で毎回ね記憶がみんなね失われてね、あのセリフを何回聞かされるのかっていうね。もうちょっとなんか60ぐらいとかにな、強化四天王とかなればいいんだけど、40前半だもんな。すげえ弱かったもんな。さあ、いましたね。そんなコーナーで行きましょうか。ポチ。いや、なんか喋れや。喋んねえのかよ。ででん、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 ででん。で、最初がピカチュウで、あと御三家がいて、で、もう一人エイフィーか。で、残り1体が分かんないんですよね。で、これピカチュウさんは電気、まあ地震ですよね、つまり。で、おそらく個体はね、この当時はね、まあ、ピカチュウそのものが弱いから、あ、いけんじゃない？あ、いける。あ、いける！やったぜ。ほら、いったよ。よしよし。さあ、残り5体。怖いのはこの先よね。エーフィーか。エーフィーか。エーフィーねー。どう行こうかな、エーフィーか。特殊技だったら、マミコかな。マミコが、特殊には強いので、で、技もね、10万ボルト覚えたので、それでいけないかな。卵爆弾とかと、あ、スピードスター持ってんのか。ちょっと待って、それは物理か。きついか、それだけは。それがちょっとでかいか、やはり。強い。これしかもあれだろう。急所だな、やっぱり。そんな気は。お前、外すなって。待て待て待て、外すなよ。やめてやめてやめて。ちょっと待て、強いぞ。これは厄介。いや、これ、卵爆弾よりもあれかな。ちょっと卵爆弾、これ失敗。微妙。いや、霊美とかのがいいかな。そしたら。ちょっとこいつ厄介だぞ。悪の技もないもんな。虫とかもないもんな。どう？霊美と。微妙だな。まあ、でも、勝てなくはないな。頑張れば。回復の薬やっていけば。よし。で、とりあえず10万ボルト。いや、冷凍ビームでいいかな。うわ、大丈夫か。そこは多分変わらず行こう。回復ってしてくんのかな、レッドさん。問題は。そこだよな。意外とそこ問題だよな。よしよしよし。霊美で。いいんじゃない？いいね、いいね、いいね。あと一発。よし、回復してこない。行ったね。問題なく行ったね。で、レベルも上がるでしょう、おそらく。よーし。霊美で。OK。いけるいける。で、69。いいですね。一番強いよ、今のところ。ほら、うまい。経験値もうまいし。やっぱ強いね。特防高いもんね。そして、カビゴンか。あ、カビゴン来るのか。いや、これカビゴン結構厄介だよな。プッチーだよな。格闘のポケモンはな、前はいたんだよ、カエルの子っていうニョロボンが。今いないからね。誰だーじゃなくて。これ原子の力積んでいくのもありか。たまにこれ能力上がるから。ただこいつ眠るとか持ってるよね。あ、いいね、よし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 。ほら、上がるんだよ、これで。で、ド忘れってことは、そうだね、特防が上がるってことなんで、やはり物理でいくのが一番いいと思うので、ちょっと上がったから、のしかかり、これ麻痺する可能性があるけど、ここ最後か、よしよしよし、
破壊光線どうよ。いけー、口から破壊光線どうよ。破壊光線でいったいった、よし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 よーし。残りは、3体か。いいんじゃないこれ。どうよ。カメックス。カメックスは、マミコでしょ。うん。バシャバシャ。あ、今、アヘ顔しなかった、こいつね。今、アヘ顔しなかった。よし。で、これは、10万ボルト。渦潮？渦潮なんて、そんな弱い技やられてもな。ただ結構これ厄介か。渦潮結構厄介か。どうだ、どこまで与える、半分いくかな。あ、半分いく。いくいくいく。あー、いくいく。よ、あ、急所だからな。まあ、運ですね、これもね。運が味方した。っていうことでしょうね。いや、意外とこれいけるか。あんまり苦戦しないぞ。波乗り、ちょっと厄介だぞ。でも、特防高いからなんとかなりそう。どう？どう？いや、ちょっと待って、おー、あぶねー、怖えー。怖えー、マジ怖えー。いやー、怖いな。まあ、残り2体か。どうだろう。残り2体か。まあ、残り2体は、不思議花と、まあ、リザードンですよ。で、不思議花は、噴火してでいけるか。意外といけるか、これ。やっぱり、この当時、技がちょろいね。技がしょぼいからちょろいね、だよ。うん。でしょーん。で、解放者でしょ、これは。で、こいつが怖いところはおそらくソーラービームかな。ソーラービームがおそらく怖いから、そこだよね。どこまで耐えるか。半分削っ、オッケーオッケー、全然、あ、倒したんじゃね、これ。あ、倒してないか。あ、ソーラービーム来たね。ただこれ、このターンで、あれだから、じゃあ俺もナメプして火炎車にしましょうか。ナメプして火炎車。さあ、残りはそしてリザードン。リザードンなんですけど、まあ、飛行と炎だから、何でもいけるな、正直。何でもいけるわ。だから、そうね、まあ、水分か、定石は。ちょっとね、まあまあまあ、いいでしょう。どこ見てんだよ、リザードンは。よし。これは、甘ごっときましょう。あ、あ、ちょ、あ、なんで技弱いの、マジで。もうちょっと強い、解放者とか打っていいんだよ、別に。そんなさ、接待じゃん、これ。あ、色違いになった。ほら、色違いだ。で、これ接待になっちゃってんじゃん。なんか、チート使ってないからちゃんとね、やってますよ、私。やらせでございませんよ、これは。ちょっとね、接待すぎてね。弱い。よーし。これで倒しちゃうんじゃないか、もしかしたらね。いっちゃうんじゃないこれ。いっちゃってもいいよ。いっちゃってる！どう？あ、行っちゃうかも、これ。あ、行っちゃった！行っちゃった！本当に行っちゃった、これ。あーあー、行っちゃうんだ。あらら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 ら。いや、なんか喋れや。なんも喋んねえぞ、こいつ。いや、なんか喋れや。なんも喋んねえ。あ！あ、エンディングだ！エンディング来た！わー、終わりか。じゃあ、最後。まあ、これはちょっと飛ばしてね。いや、まあ、この方たちがいたから、このね、最高の神ゲーが生まれたんですよ、皆さん。この方たちにね、感謝しなければいけませんね。いやー、ありがとうございます。ねー、さあ。いやー、これででも今日で終わりですかね。はい。ということで、第41回まで続いたポケモンクリスタル実況は、ついに最終回ですね。なんかこの BGM をね、最終回 BGM ですね。はい。いやーねー、本当に多くの方にね、見てもらえましたね。はい。まあ、まだまだ私ね、このクリスタル終わっても他のね、ポケモンのゲームはやっていこうと思ってますんでね。ぜひともね、皆さん、チャンネル登録、高評価、コメント、お待ちしております。はい。ではまた、別の作品でお会いしましょう。さよなら！